東京はもう雨ですね。明日台風が来ると言われてますけど、関東の皆さん備えは大丈夫でしょうか。今日はね、冒険予定のみんなでお昼を一緒に食べようということで、最初はお寿司を食べに行く予定だったんだけど、大将の具合が悪くなってですね、いつものお寿司屋さんを急遽中華料理屋さんに行くことになりました。もう髪が抜けるわ。中華料理屋さんの隣のガソリンスタンドがすでに渋滞始まってますね。 S2000 もガソリン入れといてよかったですね。こんな感じです。渋滞してます。で、いつもの中華料理屋さんです。いや、今日、中華料理屋さん、中華料理屋から中継中継というか、まあ、収録、冒険用品から15分ぐらいのところにある中華料理屋で、僕が八王子に来てからですね、もう10年ぐらい通い詰めているという中華料理屋さんです。わりかし5人だと少なめだね。ちょいちょいみたいな感じですね。きっとね、まだ香りの分いらないです。香りも後半戦でもうみんなで割っちゃっていいですよ。でもね、美味しい中華料理屋さんの見極め方は料理が早いっていうと思います。必ず料理が早いはずです。そうなんですか。料理が遅いと火力が弱いんですよ。火力が強くないと中華料理って美味しくなくて、じゃんじゃん来るでしょ、もうチャーハンなんて注文して1分以内に来ますからね、相手。もうそれなんかチーってなりそうな感じがして。もう早くないみたいな。もうちょっとこう今お茶とかビール来たしみたいな。いや、それも美味しいよ。ちょっと高村さんも、はい、はい、この中華料理もいろんな人連れてきてますね。すいません。あ、麺先に来ましたね。
麺も早くない早いすごいプロのラーメン、あの専門店より早いでしょ、うん、それも食べないとまずいもん伸びてうん、量もすごい。麺にすごい。取れない。取れる。あのね、なんていうの、あん、なんていうの、あんかけじゃなくて、ちょっととろみがあるから。うんはい。すさまじい勢いでくる。処理能力早すぎますよ。処理能力こんな感じで。中華麺。価格。価格の辺がいい。ありがとうもう晩飯みたいになってる。お疲れ様でした。仕事終わったみたいな。いや夏さほらやるじゃん。あの、はい、夏の打ち上げをやらなかったからお食事会したいなと思ってて。でもわりかし。どこにそんなスケジュール組むところあるのかなと思って、いや、お昼バージョンにしようかな。入ってすぐらいに柄ありましたね。うん、鉄板の1万枚をおめでとう会みたいな。ああ、はい。鉄板さんも。そう。で今日、おねちさん来るって聞いたから、2、3日前に。はい。今日、お昼でやっちゃおうかな。厨房に負けないぐらいのものを食べてくださいすごい土鍋ご飯っていうのが来ますからね、それは美味しいです。おこげがペーさん美味しかったペーさん早く来てる。はい、そうだ、ください。ありがとうございます。食べる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 。なんか遅れって言ってないや、今日はあの商品を、うん、あっちから送ってくれるとあ、はい、なんかいただきます、はいはい、うん、おこれは辛いです。はい、ゆうくん初めて来た一回鍋さん見たっけ、はい、明日から北海道、何狙いなの？当たってた？当たってる。あ、明日じゃなきゃ本当に。明日絶対無理じゃん。飛行機飛ばさないって言ってるもんね。結構飛ばしましたよ。危なかった。伊東洋華堂休みだって明日。そんなところが増えるんじゃない？習って。はい、すいません。すみません。あ、そうやったしたら多かったかもしれない。多いね。少ないです。すごい。水餃子来ました。で、何狙い？狙い一番はやっぱり鮭を釣れたらなと思って。何酒なの？何酒なんですかね。で、
ズミ鮭か知らないで、鮭でもだいぶ釣り方違うんですよ。お任せなんだ、だいぶ。九州出身なんで、トラウトがまだ全然詳しくないんで。渓流魚ぐらいいるとしたら。そうですね。渓流魚は結構いるでしょ。渓流魚はちょっとですね。カラフトマス、いや、カラフトマスは確か、あの禁漁期間にも入っちゃうんで、ね、釣れないんですよ、なんで。白鮭の方かな。ですかね。え、じゃあ加工でしょ。いや、あのちゃんと川の許可を取って。あ、取ってるのか。はい、取ってるのか。川で。あ、じゃあ釣れるねっていう話をした覚えがある。はい、台風がどう影響するのか。感じみたいです。なるほどね。土茶濁りの可能性があるね。はい、そうなんですよ。本当どうなんだろうね。北海道にどれだけ影響を与えて、なんかそれ気味だったけどね、道東の。あ、そうですか。でも多少雨降るだろうからね。今回合計のように冬ウェアをたくさん持っていて、撮影してこなきゃいけない。はい、しっかりと見ます。紅葉してるといいですね。紅葉の中で撮ってほしいなと思って。季節の進行ってどれくらい早いんですかね。北海道初めてだから。だいぶ早い。だいぶ早いですね。20度切ってるか。全然切ってるみたいですね。最高気温が15度ぐらい。マジでだいぶ違うよ。だってこっちの夜中涼しい時でも15度にならないじゃん。まだならない。18度9度ぐらい。なんかおかずが足りないような気がする。足りてるか。7品だったね。うまっ。餃子うまい。餃子うまいでしょ。キャンプ場で宿泊するの？そうですね、キャンプ予定です。各地キャンプ場って感じだった。キャンプ場でやるんですかね、それか、もうその辺でやるのか分かってもらう。いや、その辺危ないと思うよ。やっぱ熊とか、キャンプ場でも熊が出たら閉鎖されるぐらい。森の中はもっと、じゃあ多分ちゃんとしてもらう。森のほか寒いね、じゃあ夜中。だいぶ寒そうです。あの15が最高ですもん。15は最高だもん。寒いと思う。よかった。いやいや、ちょうどいい。フルダウンとか。ほんとフルダウン必要でしょうね、今は。でっかいかな、まあ真似れる。キャマンマン。それぐらいだね。着てね、着て寝袋に入って暑かったら脱いだもん。ちゃんと防寒持ってた方がいいですよ。
着るものがないともう積むんね、地獄です、もう着るもんない。リュウ君に、北海道に行くリュウ君に機材の説明をします。そんな感じ。こんな感じで。で、撮るときは、ここに赤いボタンあるじゃないですか。はい、これを押すだけでいいです。押したらもう電源が入って。押したら電源が入って、ピッピッピッってなんか落としたら撮り始めてるっていう感じですね。はい。はい、簡単。でもう一回押したら止まる。そう。はい、いちいち電源入れる必要がないです。なるほど、ちなみにカードはフォーマットしてますよね、入ってるやつは。はい、はい、割かしね電池の食いがいいんすよ、はい、あ、まあそう持たないですよ、はい、持たないですよ、だから3個持ってますよ僕、はい、でまあこれだけあれば1日割と取れるかなっていう感じなんですけど、3つで1日いけますか。いやずっとは無理だけど、まあ、ちょいちょいじゃん、はい、取りっぱなしっていうこともないだろうし、うんうん、まあだから釣りだけじゃなくて他の映像とかもあった方がきっと面白いっしょね。そうですね、はい、うん、それはお任せで一回撮ってみてもいいんじゃないでしょうか。これが GoPro の三脚で、これバッテリーと充電器で、結構これ重要なんですよ、このモフモフ。それがこれは防風効果、これはつけれるんですか、この紫のズボン。あ、つけられる。一回つけてみましょうか。まず外すじゃん、ここ。はい。外して、こういうふうにかぶせてください、うまく。はい。そう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 。あー、なるほど。なんかちょっとかわいい感じ。はい、モフモフ担、はい、あーでこれをつけてそうです、そうです、そうするともう劇的にあの風切り音がボーッとかっていうのがなくなると、はい、ただいろいろ交換がめんどくさいですよね。うーん、電池交換するときはそのモフモフを取って、はい、で何フレームを取って外側の、はい、で電池交換なんですよ。なるほど、まあ、慣れちゃえばあれなんですけど、はい、うん、あでもなんかつけといた方があれですね、服と擦れる音とかも、あしなくてつけた方がベターですよ、はい、そのために。そうですね、じゃあ釣りの時は、うん、これ今年なトップ10に入る便利ものです。あこれ100円か200円しかしないんだよこれ。ああそうなんですか、うん、それでもう音が本当に綺麗に撮れるから、うん、はい、いいですね、はい、いいです。2番、はい、2位、2を始動です。始動して3、エンジンスイッチをオン、エンジンスイッチオンです。エンジンスイッチ3オン、4、リコイルスターターグリップ、リコイルスターターグリップ、リコイルスターターグリップ、これだ。あ、リュードの、これなら動画を見ればいい。YouTube、うん、いいですか。ナイス。あ、そんな、なんでそんな。え、全然かかんない。ちょっと待って、うん、合ってる、合ってる、うん、結構、濃く、よし、交代。はい、位置が悪い、こう引きづらいね、ちょっとね。そうですね。お、よそう。あ、全然でも
ベベベベンっていうのがない、ね、そうですね。多分去年一回ヒカルくんとかという時に一回動かした。動いたね。いや、でも動くはずなんだよ。ガソリンがダメかよ。1番こうオンに気が見えないです。2番も指導になってます。3番もオンになってます。めっちゃ硬いよこれ。はい、3なってんね。はい、あ、じゃあもう引っ張るだけだ。あ、お、いった。おお、めっちゃ吐きますね。すごい。我々電気使えます、まだ。ガソリン買ったよ。いやなんか今ね、ガソリン蛍光管で売ってくれないですよ。ほら京アニの事件。はい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 。で結構困ってて、いろんな人が。ボートに入れたい人もいるし、キャンプで俺らがほらバーナーで。買いたいでしょ。なんかほんと困ってて、でも深夜のセルフに行けばダメとも書いてないからいいと思う。まあ深夜じゃなくてもいいけど。ほんとあの事件で迷惑被っている人多いです。ということで台風の前にチェックした。ちょっとこの辺置いとこうかな。はい、まあ、ね、ね、はい、ただ水井さんがいないと行く2人でいくら引っ張っても使わないから。結構あれですね、遠くまでですね。ロングストローク短くいいんだよな。よし、はい、まあ、台風に備えて今度は食べ物を作るための器具チェックですね。で我々キャンプをするので、こういう例えば災害にあってインフラが停止した場合、電気ガス、水道が止まった場合、まあ、水道が止まるっていうのがあんまりないですけど、ガスと電気は止まるですよね。その場合戦えるかどうかですけど、我々戦えるですね。そのキャンパー、アウトドア人間。まずこれが MSR のドラゴンフライ。器具はね、たくさんあるんですよ。リールとか出てきますね。発掘されます。でガソリンは2缶ぐらいに入れとくといろいろ便利でしょうね。ドラゴンフライでしょうね。まあたくさんバーナーはあるので、本当パーティーができるぐらい、調理器具は持ってます。ドラゴンフライでしょ。で横沢鉄板ね、これがあれば。で鍋やかんはいつも使っているものでもいいし、アウトドアに持っていくものでもいいじゃないですか。
こうやってね、あのアウトドアの道具を入れとけばキャンプの時以外災害に遭った時もピュッと使えていいですよね、うん、他にもいろいろありますね。この外のぬかとか、うん、オーディ感が使えるタイプですね。で最近買った最近買ったスノーピークのこのキャンプバーナーがあって、こちらの方はこのカセットガス、これも大量に持っているので、どれぐらいありますかね、うちで20缶ぐらいあります、ね、このキャンプ&ホーム&キャンプバーナースノーピーク久々に展開してみましょう。まず開く、まず開いて、見やすいように取るの難しいな、ここを引っ張り出すね、引っ張り出す、で下にここの下にボタンがあるんですよ、これを押して回転させる、であとはここにガスをここに入れて閉めて、ここ足開いて、こういう状態ですね、上から見るとこう置くんですけど、上からの展開図で言うとこんな感じ、なかなかこのスノーピークのバーナーは考えられないですよね。なんか収納できちゃうんですね、こうくるっと回して押し込む、ね、という感じです。はい、いやーこの辺をガソリンを入れていきたいですね。でさっきも話しましたけど、ガソリンがその京都の放火事件の影響で売ってくれないところが、こう蛍光管に入れてくれないところが増えてるので、買えるところを見つけておくっていうのも大事です。はい、ということで、これ撮んなくていいですよ、うん、それは撮ったらまずいんじゃないですか、NHK 的に。俺は N 国じゃないよ。てっぺいさんが横澤鉄板を納品に来てくれました。もう今忙しい時期じゃないですか、割と今ね。あ、もう大体は原稿を書いてる時期だね。でもね、原稿書いてる時期だけど、うん、そう、まあでも今月忙しかったんですか。今月はちょっと忙しかった。忙しかった。いいことだね。珍しく。いいことだね。先々月が全然仕事なかった。なんと、もうじゃんじゃん横澤さんにお仕事をよろしくお願いいたします。分筆業。割に合う仕事。割に合う仕事。いや、忙しいと辛いけど暇な方が困るもんね。そう。やっぱりお仕事って ね、どんなお仕事でもそうなんですけど。それは本当にそうですよ。本当ね、うん、台風対策はバッチリですかね。いや、ちょっとやばいからもう帰りますわ、うん、はい、養生テープだけ。はい、やんなきゃいけない。はい、ありがとうございます。またよろしく、はい、ありがとうございます。それでは、ああ。新しいダウンですね。雨粒が。
と結構弾いてるのが分かる。で今年のモデルはさらにこの表皮を雨に強いタイプにしたので、去年のモデルよりまあどれぐらいですかね、20-30% 雨に強くなってます。やっぱりこの雨が降るタイミングでこの様子を撮りたくて今撮ってますけども、カメラが壊れないかどうかですね。カメラが防水ではない。結構見てこの弾き具合、ね、雨に強いダウン。まあ冬は雨が少ないんで、どっちかっていうと雪が降った時に濡れない、そういうためのこの防水性能ですね。まあ防水というか、まだその防水と謳うにはすごくこう制限が厳しくて、耐久撥水というらしいです。でもこんな感じですよ。いい雨降ってますけど割と大丈夫ですね。弾き具合いいですね。気持ちいいですね。まあ、去年よりダウンのクオリティも上がって、でこの表皮の防水性能も上がったので、さらに使い込むことができるウェアになったんじゃないかなと思います。今ね、冒険用品の裏道を歩いてるんですけど、若干迷ってますね。これどこですかね。道が全然わからない。ちょっと公園抜けないといけないかもしれないですね。公園抜けていきましょう。声が取れてるんですかね、これは。今カメラの上にタオルを乗せて撮影してます。うわ、完全に迷ってますね。これで今関東に台風が近づいていて、明日12日、僕が知ってる話だとイトーヨーカドーがもう全店休業みたいですよね。まあイトーヨーカドーがそういう発表を出すと、他のお店サービス業もお休みになる可能性が高いですよね。で交通機関も電車が一日中走らないみたいな鉄道会社もありましたよね。どうだったかな、東武だったかな。そうするともう完全に交通麻痺になって、まあ明日出かけようっていう人はなかなかいないと思いますけど、鉄道が使えないってなると車で移動しようって思うじゃないですか。そしたらもう絶対渋滞しますもんね、東京の場合。出かけないのが一番いいでしょうね。はい、公園に行きました。
ですが公園誰もいません。物好きは僕ぐらいしかいないでしょうね。公園抜けて冒険意欲に戻る。ここねよくウェアの撮影に来る公園で緑豊かで川もねあの密定の方に流れてていろいろな撮影ができるんですね。ちょっとした魚釣りの撮影とかもできて便利なところです。非常に広い公園なんですよ。これ2キロぐらいあるんですよ。この公園が河原沿いに撥水してますね。撥水してますね。撥水してるでしょね。いい性能のものができたんじゃないかな。いいウォーキングになってるな。この森の中、森の中でよく撮りますけど蚊が多くてすごい蚊にいつも噛まれますね。いやーこれすいい撥水してますね。ただねまだ季節的にこのフルダウン、まあ、うち冒険用品が出すウェアとしては一番あったかいものというくくりですけどまだ暑いですね。もう今ホカホカしてます。気温が18度ぐらい今。それでも下にロンティ薄いロンティ1枚だけ着ててそれでだいぶあったかいです。よし。いやーちょっとフードが熱い。台風が来るってなると水道あと電気がね停電になる可能性もあるんでランタンとかね懐中電灯とかちゃんとあるかどうか確認してもちろん電池ですね。電池もちゃんと用意しておきましょう。で明日冒険用品は営業するかどうかですけどさっきお昼食べながらむしろ営業したいなみたいな冒険野郎の店なんでね台風でも営業しようと思います。まあお客さんは来なくても営業したいなと、だから停電してたらねあんまりやれる仕事も少ないですけどまあ竿のチェックとかねそういうことはできるんでむしろ停電しててもガスが止まっても我々はやれるみたいなところが大切かなと。これも訓練ですね。まあ不謹慎かもしれないけどそれも楽しむみたいな、ね、いやーちょっと暑い。このダウンを早く脱ぎたいですね。よしということで今日はあ、それでは撮影中